セコンつむぎさん、えー、先週のプライムニュースでは阿古智子さんが、えー、チャイナから来た留学生が向こうからの監視が怖くて周イさんの件もあり、えー、修論などが公表できないと嘆いている様子を伝えていました現状でチャイナの監視社会は怖すぎます、うん、まあそうですねもうチャイナは本当、まあ、人類の敵と言っていいようなところまで来てますよね、うん、もはや。はい、まあもうその監視に関しては、はい これ多分各国で進んでいくんだろうなっていう気もしますけどね。だから中国が相当先行ってますけど、今もうこういうデータの時代になってるので、やっぱもう追跡しようと思ったらできちゃうわけじゃないですか。そうですね。だから日本でもまあある程度、まあね例えば Google のサービス使ってたら、まあ Google にもう承？はい。っていう感じだし。どこにいるかとかどこにいたかも全部わかっちゃう。そうですね。Apple のサービス使ったら、Apple に継承？そうですね。だし、まあ LINE 使ったら LINE にもバレちゃうっていうそういう感じなので。 ある程度も割り切ってやるしかないとは思うんですけど、うんはい、中国はやっぱそれをもとに結構やっぱいろいろ人権をないがしろにしていくっていう, <laughs> そう中国は危険分子を摘発していくぐらいの、はい、やっぱ勢いがありますので中国国内で借金して払ってなかった人とかそういうのはなんかもう、あのー、ペナルティー セサミ信用でペナルティ食らってて、うん、何百800万人とか何百万人かがもう新幹線とか乗れないらしいんですよ。<laughs> <laughs> 人権ないじゃんね <laughs> <laughs>。高速鉄道乗れないっていうねもう,もう,も,うもうそりゃ国出るしかないよという、うん、いやそりゃもう苦難の行軍してアメリカ行くわって感じですもね、はい。そう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 ,う,ててうそ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 そうそうそうにもういやこれ気の毒だなっていうかね,うねとんでもない国。 やり直しができきないいいってううのはねねつよそすねなんか中国のドキュメンタリーとかあるじゃないですかなんかああいうの見てるとこれほんと大変だなと思いますよねだから昔その一人っ子政策だから二人目とか産んじゃったらやっぱこう困るわけじゃないですかかといって殺すわけにもいかないからもうなんか里親というかアメリカ 人にもう引き取ってもらってっていう。だからそのでアメリカで育ったそういう子たちはやっぱ本当の親知りたくなるじゃないですか。でなんかこう探して会うみたいなのがあったんですけど、やっぱそのアメリカで育ってる子ってそこそこの暮らししてるんですよ。それが中国のやっぱこう田舎というかに行くとやっぱ相当なやっぱ格差を感じるでしょうね。で本当の親だとかなんか親戚だみたいに言われてもちょっといまいちピンとこないというか。 いううう部分もあるででししょうしそうですね、うん本当にやっぱ日本に生まれてよかったなっていうのをう比べちゃいけないんですかそういうのであもういけないですけど、はい、やっぱあのー、中国って本当、あのー、とんでもない感じのことやってるんですよねそれが中国っていうそうですそ,<の>それ NHK とか昔はやってたんですけどね、はい、今はもうちょっとできないでしょうけど、うん、はい。 中国の実態をねたまに NHK が真実たまにいいのやるなっていう時あったんですけどいや今もたまにいいのやってますよ。ただどこまで報じられるのかっていうとまあちょっと多分日本では報じられても中国では黒い画面になるとか流れないとかっていうのあるのかもしれないですけどちょっと難しいですよねその辺の報道というか中国ってい海外客 日本人はビザが足かせにということで自業自得の話なんですけどす、ねえー、海外から中国への旅行客数が伸び悩んでいる中国メディアによると2023年の外国人入国者はコロナ禍前の19年の半分以下にとどまった日本への外国人旅行客はほぼ戻っており中国の不審ぶりが際立っているということなんですね、うん、特にビザの取得が20年以降必要になった日本人はほぼ行かなくなったというと。はいはいうん でさらにあの、えー、反スパイ法ですね、はい、まあこれが改正されまして、外国人の拘束が相次いだことを受け、はい、中国への渡航を控える動きも広がっているということですね。えー、野村ホールディングスは、2023年10月から12月期に、えー、日米欧から中国を訪れた旅行客が4年前の5%以下にとどまったと分析していると、はい、その背景には地政学的な緊張があると、えー、指摘をしたと。 いうことなんですね、はいでまあ、これ、別の報道なんですけど中国人は今、日本に来て爆買いしてるっいう話もあるんですよ、うんはい、だから要はなんか日本で今、円安だから爆買いして転売するんじゃないかっていうその対策も必要なんじゃないかっていう今話にもなっているんですけど、はい、まあ逆にその日本人は中国に行かずと、はい、いうかあのビザ必要だからなかなか行けないということなんですよねこの中国の観光ビザの取得には渡航者本人が同国の在外交換などに足を運ぶ必要がある。 中国を発着する国際線の便数も減ったまま、さっきの日系企業関係者は、中国は近くて遠い国に戻ったと嘆き、はい、魅力的な観光地も多く、本当はすぐにでもツアーを再開させたいと肩をすくめたということで、旅行会社からすると、はい、まあやっぱりやりたいわけじゃないですか、はい、中国旅行なんかも。うんはい、なんだけど、まあ、現実的にはこのビザの問題なんかもありますし、すねはい、ちょっと厳しくなってる、はいであの、行ったら捕まる可能性もありますから、はい、大変危険な国に。 なってしまっているということで,で、ね、外務省はもっと危険だっていう、どこ禁止区域とは言わないけれども、うん、あの危険ですよっていうのをもっと言うべきですよね。あのウイグルとかチベットに関してはレベル1にあのなってるんですよ。うんはい、危ないと。うん、でもあの普通のところはなんかそこまでなってないんで、ちょっともっと危険だ危険だってガンガン言うべきだと思いますよね。うん、あの下手したら捕まって。 日本国政府としても交渉の窓口自体はあるけれども返してもらってない人とかいるわけですからそういったことをもっと知らせするべきですよね。というかビジネスマンとかであればかなり危機感を抱いているでしょうね。だってこれ、リアルに捕まってる企業の人とかもいるわけですから実際に自分ももしかしたら駐在員とかに。 その任命されてしまうとちょっと嫌だなっていう人がいるんじゃないかなと思いますし、うんすあのーね、3年間とか4年間とか、あのー、本当に多分臭い飯になるんじゃないかとい、ね、<laughs> 日本とその覚悟でいくしかないのかなという感じなんですがこれはもう本当に中国の自業自得、うんえー、不自由な国ならではの、はい。 自業自得エピソードなんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ中国人が来て。まあお金を使ってくれる分には、まあいいのかなと。全然、買い物はね。そうです。あの、まあ、薬はあんまり買い占めされたら困るんですけどあとはまあまあ、買ってもいいんじゃないのと、いうふうに。思いますね。お金を落とす分には、まあ、いいかなと。思いますね。まあどんどん使ってもらって。そうそういうのを原資に、日本の企業も利益を上げて。 まあそれがあの賃上げの原資なんかに繋がっていくといいんじゃないかなというふうに思いますし、まあね一方的に貢献してくれたら嬉しいなという感じですよね。うんはいうん、えー、この放送はニコニコ動画、YouTube、ンレックで配信しております。各メディア途中から買い向けの時間になりますのでぜひ入会して最後までお付き合いください。Facebook、Twitter、それからメールマガ等もございますのですべ、えー、てフォローをお願いします。で勝也、えー、さんも来てるあのー、オンライン会議と。 あと、オフ会ですね。やっている友の会というのがあります。それで次はですね、4月はちょっと終わったんで、5月、6月と予定はこういうふうに決まっています。今後もまたちょっと今日打ち合わせしてね、今後の予定も決めていこうというふうに思っております。